はい、どうもカオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。シミーさん、お相手のパーティーはパルシェン・ドリューズ・ナットレイ・ミミッキュー・モスノウ・カビゴンと。はあ、なるほどね。カビゴンつらいな。カビゴンがめちゃくちゃつらいわ。もうほんとね、どのくらいつらいかっていうと、歌舞伎町マスターが俺の過去とかそういうものをなんか SNS 上にアップしてね、こうドヤ顔してるのがすげえ腹立つぐらいきついわ。ほんとあれやめてほしいよね。シェリー・ショージーカロンでやってることが。ま、そんなことはさておき、ね、どうすっかなこれ。カビゴンは絶対に止めなきゃいけないから、ネギがないとは持ってかなきゃいけないって言ってる間にもう選出時間が残り18秒と。じゃあ初手ネギがないと、ドリューズ、あ、ドリューズね、バンギラス・ギャラドスでいきますか。はい、これで。さあ、ちょっとまだボリュームがね、わかんないですね。シミーさん、対戦よろしくお願いします。相手は盾か。惜しいな。 HAGMEE じゃねえよ、ジミーズじゃなかったな、シミーさんだな。ナットレイからクルー。じゃあこっちはネギがないと。で、相手ね、多分ね、これね、交換してくるから、交換読みで畑落としで打ちます。これもうインファイトで突っ込むから。さあ、叩き落としていく。さあ、向こうはステルスロックか宿り木の種。お盆のね、種爆弾、何これ、ゴリゴリのアタッカー、ゴリゴリのアタッカーやん。ちょ待って、相手のパーティーを見よう。ここでネギがないと落とすときついのは、そうだな、いねえな。裏に多分ミミッキュは絶対いると思うから、ここね、もうインファイトで突貫します。インファイト、はい、さあ、鉄のトゲ、相手多分何出してるの、パルシェンかミミッキュンド。 OK、 ミミッキュ来た。どうせ剣の前だから、ここフェイントで。ペイント、化けの皮を剥がしていく。どうせ剣の前舞、剣の前舞。は、食べ残し型ミミッキュなんだ。残飯か。どうすっかな。まあどうせ次ジャルつくかシャドクロで落としてくるかな。畑落とすで、シャドクロ、はい、残飯ミミッキュ。どうすっかな。じゃあバンギラスで。普通にバンギラス出して、そうだな、ダイアーク、ダイアークか、ダイアークでいいや。ミミッキュ引っ込め、ここで引っ込んでくる。パルシェン、
大阪のパルシェン。なるほど。褒めてくるか。なるほどね。ダイアーク。オッケー。さあパルシェンで、じゃあダイロックで。さあ向こうもダイマックスを切ってくるとモンスターボールのパルシェン。ちょっとここでね、三ツ矢サイダーとろける桃飲みます。多分ダイストリームをぶっ放してくると思うんで。とろける桃うまいわ。ここで大ストリーム。オッケー、硬い。これで弱点保険が発動し、雨が降って攻撃と特効がぐーんと2段階上昇の大ロックをぶっぱなすと効果抜群。 OK、 これでパルシェンを突破。さあラス1はミミッケ。ミミッケのじゃれつくは絶対に耐えるんで、これはもうほぼ勝ちですね。切断すんなよ、降参すんなよ。さあシミーさんはミミッケを出してきた。さあ最後もう何でもいいんだけど、まあとりあえず大ロックでいいや。大ロックでフィニッシュです。はい、対戦ありがとうございました。いやーイージーウィン、ベリーイージー、ベリーイージー、イージーウィン。はい、シミーさん対戦ありがとうございました。いやーほんとね、ポケモンバトルがねめちゃくちゃ面白いっすよね。ほんと24時間勤務で疲れて帰ってきて、ほんで、なんだろう、でかい金の玉を受け取ってるんですけども、24時間勤務終わった後に、爆睡して、で起きたら腹減ったっつってね、日高屋、行ってダブル餃子定食を食べて、ほんでまあ今ポケモンいやバトルやってね、動画作って編集して、アップしてるんですけども、いやしかしね、昨日たまたまそのヒューマントーチというかいう秘密結社の後藤さんっていう人が来て、後藤さんがなんか競馬の話をしたんですよね。で、あ、そういえば競馬土曜だからやってんなと思って、カオスマイスター君競馬買いなよなんて、馬券買いなよなんて言ってね、後藤さんだから後藤さんっていう数字513っていう数字を全レース買ってったらまさか当たるっていうね、2300円で1万7700円をゲットしたっていう話なんですけど、本当にね後藤さんは神だなと思います。そしてね、俺の過去をね漁ったり、なんか俺のことストーカーしたり、いろんなことやってる、迷惑行為をしてるハプキトーマスター、本当にシェリー少女だなと思いますね。本当、いやそれにしても本当やめてほしいですよね。なんでなんか東京のなんかどっかの会社に入ったのか知らないですけど、なんかそのままメガドンキーコングで茨城で働いてればいいのにと思いますよ。本当にしょうもない。まあでもね、ウルトラサンムーンのデータが今度スマホを介してポケモンホームっていうくだらねえなんかそのアプリでこのソード&シールドに持ってこれるっていう神ゲーになったわけですよ、ポケモンも。これからね、矢島とのねバトルもさらに激化していくんですよね。ガンガン行くぜ最後までっつってね。シェリー少女くたばれ。